こんにちは。2023年5月23日火曜日午後4時28分を回りました。火曜の夕方、皆さんどうお過ごしでしょうか。もうね、あと30分もすれば、火曜日のお仕事も終わりという方もね、多いんではないでしょうか。まあ学生の皆さんはね、もう学校が終わって放課後楽しんでるんでしょうね。また今からお仕事に行きますという方ね、お疲れ様でございます。宮崎市、今日もね、非常に良い天気になりました。今ね、外ね、もう晴れていて、気温もね、24度あります。今日は最高気温25度まで上がりました。明日もね、良い天気でございますね。最高気温25度の予想でございます。木曜日も良い天気、当分の間雨は降らない。金曜日が朝から雨が降るという予報でておりますね。はい、ということで、今日もね、動画作りをバン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 やっておりました。相も変わらず、まあね、マンネリ気味ではありますけれど、まあ投稿する動画の内容はね、毎日、変えてますんで、はい、まあ、毎日新鮮な気持ちで動画作りをね、行っているところでございます。まあ、なかなかね、変わった動画、楽しい動画、私はね、エンターテインメント系の動画を投稿することがほとんどないので、まあ、たまにはね、まあ、エンタメ系、笑ってもらえるような楽しい動画も作りたいなと思うんですけど、まあ、お笑いのセンスとかエンタメのセンスなんか全くないので、もう真面目一辺倒の動画でございます。申し訳ありません。まあ、こういった人間なんでね、エンタメ系の動画は難しいんですがね、自分なりの、アイデンティティ、オリジナリティ、個性をね、生かした動画をね、これからもバン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 、投稿していきたいと思います。無駄はね、なんとかね、昨日から、調子が良くなってきました。日曜日はね、土曜日曜はね、もう本当もガラガラでどうしようかと思ったんだけど、まあはい、今のところ、問題ないです。ただし、まあ、長い時間話をするとやはりね、喉に負担が来るのかガラガラ声になってくるんですよねっていう感じなんですよね。はい、ですんで、まあ、変な声をね、出さないで、通常のしゃべりで、まあ、あまり大きな声でね、話をするとまた喉が悪くなってきますんでね、まあ、小さな声で、ゆっくりとお話をしていければいいかなと思っているところでございます。はい、ね、もうすぐね、弟の誕生日、そしてね、私も誕生日がやってきます。弟がね、先に誕生日が来るので、そろそろ誕生日のプレゼントどうしようかなと思って、あれこれ考えて、まあ、還暦60歳になるんで、還暦のお祝いの、赤いものをね、早速注文しました。今週中には来るのかなと思ってます。来週の木曜日、金曜日か、来週の金曜日6月2日が弟の誕生日なんでね、まあ、それに間に合うように、発注しました。2つ注文して、1つはね、もう今日届くようでございます。まだね、来ないんですがね、宅配便を待ちたいと思います。はい、そんな感じでね、6月はね、2人とも兄弟揃って6月生まれなんでね、まあ、楽しいね、6月を過ごせればいいなと思ってますけど、6月はね、まあ、梅雨シーズン雨が多いのでね、雨が多い日も、楽しく過ごせるような、動画とかをね、投稿していければいいのかなと考えているところでございます。はい、ということで、火曜の夕方、そして火曜の夜、皆さんね、ゆっくりと、お過ごしくださいませ。今回の音声コンテンツの配信はこの付近で終わりにしたいと思います。失礼します。